路上。路上。路上？路上侍。路上侍。ジジイ。ジジイ。何をこそこそ嗅ぎ回ってるのかは知らねえが。ヤクザモンや。死んでもらうぜ。ヤクザモン、ヤクザモンなんやこれ。浮いたりとはいえ、この関谷六三郎。関谷六三郎。様のようなチンピラごときに。むざむざ切られはせん。なんで喧嘩が喧嘩か。どういう展開ですか。いやいや、え、ん、凶悪探してゴリ夢中。教覚という言葉の意味を知っておる。どういうことですか。どういうことですか。義教心に熱いものを言う言葉です、うん、中国の古典に登場する英雄豪傑のことを呼んだことは、どちらかというとなんかヤクザっていう感じがしますね。弱気を助け、まあ、ヤクザもんな感じするよね。言葉の意味からすれば尊敬されるべき人でしょう。そういう意味だったんですね。そうなんや。この頃自ら教覚を名乗る者がおる。おう。しかしながら実態は賭博を生業とするバクトどもじゃ。なんかそんな感じがします。しかも賭博を開帳するだけではない。八周回りに追われて逃げ回り、八周回って土地の者に乱暴を働いたり、八周回りとは何ぞや。時には押し込み強盗をやったりする。そうした間八周のバクト無職人の中には大勢の子分を動かす大親分が幾人もいる。ほう。無宿人トラ吉もその一人。無宿人トラ吉誰ですか。誰です。このトラ吉どういうわけか江戸へ入り込んでいるらしい。ほう。あちらこちらで散々悪さをしているし、人相書きも関所には回っているはず、うん、そうやすやすと江戸に入り込めるはずはないのじゃがな。どういう展開かちょっとわからない。そのトラ吉江戸で何をするつもりなのですか。それはわからん。じゃが依頼があったからには調べねばならん。今思ったけど誰からの依頼なのそれ。バクトといえば、そういえばこれ誰からの依頼なんやろね。そうですね。ではまた私が賭場へ行ってまいりますか。奴らはいつも役人から逃げ回っているだけあって鼻が利く。お前のような粗骨者があたりをうろつけばすぐに逃げられてしまうじゃろう。あ、そういえば伊勢屋さん賭場に通っているらしいぞ。伊勢屋さん。あの伊勢屋さんが。人は見かけによりませんね。往診がてら話を聞いてはどうじゃ。そうですね。では押し込み往診ですよ。往診万能すぎへん。まあ往診のだけにセールスと違って断るわけにもいかんしね。ね、どないですかっていうだけでね。どうも若先生。伊勢屋さん。いつもすみませんね。いいえ、こちらこそ。往診がてらに話を聞かせてもらいますよ。いつもどうも。体の具合が悪くてね。体の具合はさて、そばに入り浸っているようですね。それはその話を聞かせてくれませんかね。早速見させていただきますよ、それより。しょうがないね。おい、ちょっと待って、ネギがないぞ。ネギがなければ、ニンニクはネギと似たようなもんですよ。じゃあニンニク卵黄で。さて、どんどん。具合はどうですか。もう治っちゃった。なんだか楽になってきましたよ。そんな速攻性あるんやね、ニンニク卵黄。先生の治療は効いたみたいだ。ね、先生、診療代はこれぐらいですか。いいえ、診療代は構いませんよ。何でしょう。今回はいただかなくとも結構です。その代わり、また何かお話を。ご遠慮なくお呼びください。お話とネギも使ってないですからね。いやー若先生、そうね、今回ネギ使ってないんだ。大したものだよ。いやーねえ、大したもんでしょ。そうでしょう、そうでしょう。ところで、だから伊勢屋さん、博打がお好きだそうだな。博打の方がね。何をおっしゃいます。手前は生まれてこの方、博打などしたことはございません。またまた。じゃあ賭場に通ってるというのは一体どういうつもりなんですか、若先生。いや、そらそうやわ。いきなり賭場の話なんか店で始められては困ります。この時代はやっぱり博打っていうのはあなたの茶屋の方へ伺いますか。まあ、隠れてやってる時点でやっぱ世間体的にはいいもんじゃないやろね。ありがとうございました。すごい話なんかもう途切れさせられましたね。ほら、若先生がお帰りだよ。伊勢屋さん機嫌が悪そうだったな。何かまずいこと言ったか。若先生も配慮がないね。とにかく若先生もね、何か変なこと言ったかな。待ってるね若先生。
伊勢屋さん、お待たせして申し訳ありません。いいえ、僕ちゃんは必要で商売人は信用第一です。うん、それなのに賭場通いなんてことがお客様に知れたら店が潰れてしまいます。そうなんですか。賭場のことを言いふらすのは勘弁してください。あ、どうかお願いですから。この通り。ごましりごましり。まあ伊勢屋さん慌てないで。ゆすりみたいになってしまったぞ。で、いくら差し上げればよろしいんですか。やめてくださいよ、そんな伊勢屋さん。何か誤解されてるんじゃないですか。こいつ、気を使わず申し訳ありません。私が賭場通いだからってゆすろうとしてるな、思われてますね。思われてるね。あるんです。ただ大人の遊びで上達するにはいい先達の教えを請うのが早道だと思ったものですから。なんと、つい馬鹿先生も賭場へ。私が賭場に通ってることをどこで。うちの父上は地獄耳ですから。参ったな、参ったな。道順先生、内緒だって言ってたのに。道順先生の株が下がった。お願いだから、ね、若先生は内緒にしといてくださいよ。わかりました。で、伊勢屋さん、あれは伊勢屋さんは道順が知ってることを知ってたんや。実はね、今日は賭場通いは控えてるんです。どうも下町の方が騒がしくなってるみたいなんですよ。なんでも虎吉とかいう田舎ヤクザが自分を引き連れて居座ってるらしいんです。はあ、これがまた荒っぽいやつらしくて揉め事が絶えないってことです。言うでしょ、君子危うきに近寄らずてね。てね、てね。今は下町に行くのは我慢した方がいいです。そのうち落ち着いたらご一緒しましょう。一緒に賭場通いだぜ。じゃあ伊勢屋さんも好きだね。一緒に。はい、では店に戻ります。道順先生にもよろしく。こいつら一緒に賭場通いだぞ。内緒って念押ししといてください。はい。なるほど、虎吉は下町にいるのか。下町ならおときのところで様子を聞いてみるか。何の恨み。なんだか騒がしいな。おお、騒がしいぜ。なんだか騒がしい。なんじゃこりゃ。ああ、すげえな。今度は行き倒れの街列や。みんなお腹痛いんじゃない？クワバラクワバラ。ヤクザ同士が切り合ったって。ヤクザ同士。いや、侍が一人で切りまくったらしいぜ。なんでも年寄りの一人に大勢で切りかかったのに、帰り討ちにあったって。オープニングのあの人かな。ああ、そういえばあの人か。伊勢屋さんの言う通り、なかなか無事になっているな。誰への対しての恨みだ。おや、若先生、わざわざ訪ねてくれて嬉しいよ。どうだい、下町のにぎわいは。なんか死体が5体ぐらい上がっとったらしい。まさかあんなに死人が出ているとは思いませんでしたよ。思いませんでしたよ。あれね、例の虎吉一家が侍を虎吉一家。虎吉一家の死体。ああ、なるほどね。虎吉ファミリーですか。もう何人もヤクザを返り討ちにしてるんだ。うん、関屋とか言うならしいけど、詳しいことは。これはなぜ虎吉ファミリーがあの関屋爺さんを追っているかは気になりますね。その人物を抑えれば虎吉のことがいろいろ聞けると思うんですが。なるほど。そうですね。まだ捕まってないんでしょう。その関屋さんも仲間に入れるべきだったな。自分の手傷も相当なはずだけど、よく逃げ続けてると思う。誰かがかくまってるんだと。ああ、なるほどね。お、保証していると。敵図を追っているとすれば、手当てに強い酒、焼酎を使っているかもしれませんね。おお、なるほどね。酒屋ならここを出てまっすぐ行った左側だよ。そんな簡単な推理で終えるもんですか。これなんでここまで話進んでるのにおときさん動いてないの。おきさんここから見てる。あ、常に監視してるんやね。監視してるんです、2階から。両太、変わったやつだけど腕は相当なもんだよ。ほほうほほう。私は仕事を辞めるつもりだったから、代わりに道場先生を紹介しようと思った。そういう感じのね、私の代わりよっていうことね。
そうか、やっぱあの自分が辞めるんやったら他人他誰かを代わりに用意しないといけないよな。なるほど。それがこの業界の掟。へいらっしゃい。へいらっしゃい。へいらっしゃい、あんた。ご主人、焼酎はありますか？焼酎です。へい、ございます。今日は焼酎の日。今日は焼酎がよく売れる。タイムリー。あ、すいません。買い物じゃないんです。はい。この田村店主は全然状況分かってなさそうね。分かってないね。買っていったのはどんな方でした？なんか焼酎すごい売れるなと思ってるだけやね。この辺りじゃ見かけないやつばかりで。おお。喧嘩で作った傷に吹きかけて清めるんでしょうよ。でもそれ治るんですか？よく見るけど。一人だけ同じさんがいらっしゃいましたね。確かにブフーってやってるね。ねえ、ブフーってやりましたね。金山さんもやりますか？金山さんはなんかウイスキーやった気がする。髪型から越してこられたとか。ほう。涼太さん。涼太。おときの言っていた凄腕の。涼太さん、前回なんか絡まれてたよね。もう一度絡まれてた気がする。聞いてみなければならんか。赤い軍団に。なんか売れてるらしいよ、焼酎。方が焼酎を買っていたそうです。まさか、あいつが誰かをかくまうなんてありっこないよ。涼太さん、監視してないんですか？でも、そうなの？ヤクザでないのに焼酎を買った客は、その涼太だけです。わかった。橋のところで待っていておくれ。涼太を呼んできてくれ。行ってきて。気をつけて。若先生もね。さすがに死体は片付けられているな。さっき転がってたからね。早いですね。しかし5人を相手に返り討ちとは相当な腕だ。ん？来たか、リョータ。リョータ。待たせたね。リョータ殿ですか。私は立脇京次郎です。よろしくね。噂を聞いてるよ、赤先生。リョータってば、柄にもなく怪我人をかくまってるんだよ。かくまってんねやんか。かくまってるんじゃねえか。なんてするような男とは思わなかったんだけどね。誰にでも気まぐれってのあるもんだ。ちょいと向きを貸しただけだ。それにしちゃ、焼酎買って傷の手当てもリョータ。なるほど、やはりそうでしたか。そのかくまってる侍と少し話がしたいんですが。したいんですが。するのはいいが、喋れるかどうかわからねえな。うちへ来てから寝っぱなしだ。俺は先に帰って様子を見る。帰って様子を見る。帰って様子を見る。医者だろう。手当てすんならもう焼酎がねえんだよ。半分は自分で飲んじまったから、ね。飲んだのね。悪いが買ってきてくんねえが。サラビって名前のやつが。サラビ。さっき買ってないよ、それは。つけが効くぜ。俺はこの橋を渡った先にある空き家を拝借してる。来ればすぐ。ふんどしがチラッとします。私はどうしの先生のところへ。ふんちらですか、涼太さん。ふんちらだ。頼んだぜ。あ、チラチラしてるね。よくわからんけど恨み度が5上がったぞ。焼酎買ってこいって言われたからか。いらっしゃい。ご主人、サワラビという焼酎がありますか？涼太殿の買い物です。つけで頼みます。いただきます。言っておいてください。だいぶ溜まってますよってね。えらい、こっちゃ。待たせよ。どうぞ。ありがとう。もういいんですか、これで。空き家を拝借、涼太殿。どうしました？どうしました？急いで。ジジイがいなくなった。ジジイ。なんだって。あのチェ、何しやがんでい。あの傷じゃヤクザ連中から逃げ切んのは無理だぜ。連中に見つかる前に探さないと。手分けして当たりましょう。俺は町の北側を回る。おお。あんた橋を渡って南側を頼むぜ。了解。わかりました。はいはい。そういえばジジイの特徴は？確かに。おい、こっちじゃねえ。どうやらジジイはあっちにいるらしいぞ。そう、逃がしちゃうかい。ジジイ大人気。どうやらあっちみたいですね。どこや、ジジイ。ジジイ。石
しみ。お前がジジイか。とうとうトラキシが出てきた。あ、これトラキチか。おなしみ。みんな島らこで探しておりやすから。関谷の始末はあのお方から。あのお方。どのお方？万が一にも逃がしやがったらどうなる。とっととジジイの首を持って。うわ、怒ってるね。怒ってるぜ。あいつこの人金のネックレス似合いそうやな。ねえ。お、いた。あっちだ。あ、ありゃ稲荷の方だな。行け。行け、やっちまえ、ジジイ。そうだな。しっかりしてください。あれ、追い抜いちゃった。おーい、出た。諦めてはいけません。生き抜けば道は開けます。へやーへやー言うてるでしょ。あのジジイだ。気をつけろ、やつは強えぞ。やつは強えぞ。隣のやつはめんどくせえ。一緒に行ってもいい。へえ。どん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 。勝ちましたよ。パーパー。くそ、覚えてやがれ。一人しか逃げなかった。ゴロジン。ゴロジン倒れてるぜ。やばいよ、ゴロジン。おい、生きてんだろうな。早く手当てをしなければ。ここへ父上を呼んできてもらえませんか。ゴロ先生、自分でできないのかい。ねえ。すぐに連れてくるから、それまでこのじいさん頼んだよ。なんだろ、ボンボンボン。なんかよくわからんままに上がっていく。父上、怪我人の具合はどうです。うん、危険な状態じゃ。もう私には分からんのです、父上。私にはネギを使うしかできない。この男、関谷六三郎ではないか。ああ。いや、驚いた。知ってるのですか、父上。知っているのですか。知っているわ、父上。ああ、ずいぶん古い付き合いだ。関谷は八周回りとして長年見事な働きをしてきた。お見知りだったんですね。ほう。その男が江戸でヤクザ相手の立ち回りとは。多分虎吉を追って江戸に来て逆襲にあった。そんなとこだろう。そうなの？それじゃあ虎吉はなんで江戸へ来たんだろうね。追われてさ。田舎の方が山あり谷ありで隠れやすいですし、役人の警戒も薄い。無宿人にとって逃げるには好都合では。それに逃げていたのはどう見ても関谷殿です。うん、うわー、かっくん言うてますよ、大丈夫？あ、横向けにされてる。ほんとか。関谷、なぜこんなことに。なぜこんなことに。一体何があったのじゃ。わしはある男を追って江戸に来た。しかし江戸に入ると虎吉が先回りしておってな。このざまだ。虎吉が言ってたあのお方を追ってきたんだ。あのお方か。わしの追っていた男の。無理をするな、関谷。そいつの使いっ走りにすぎなんだ。そいつの名は。そいつの名は。あ、そこ。関谷。君の名は。関谷。そこ。関谷。お前は一体何を追っていたんじゃ。ダメやった。リョータしれっと戻ってるね。あ、ケンジさんとタツ久しぶりやね。もう一人増えたよ。これやるぜ。うん。毎日のように出る仏を見過ごしてはおけんな。けどケンジも金やろ。金でしょ。いつまでも奴らは放っておくと町が物騒で仕方ねえ。けど君も金や。町の皆も泣いてるよ。あんたも金や。関谷殿のためにも行くぞ。いや、そう思ってんの京次郎だけや。ねえ、関谷殿は何を追っていたのか。え、この流れからよくわからんまま虎吉に吐かせようとしてる。そうですね。吐け吐け。とりあえず虎吉を限界ギリギリまで追い込んだら何かわかるかもしれん。許すわけにはいかん。なんか70も80も恨み度が止まってしまったからやるしかない。許すわけにはいかん。